紐を買いに行かなきゃ。なんかね、紐3本ぐらいいるんだよな。別にあれでもいいんですよ、あのなんかあの段ボールをあの結ぶなんかビニールの紐あるじゃん、であれでも別にね いいんですけどそれすらもちょっとないから、ちょっとコンビニに明日でも買いに行きたいところです。そうね、コンビニにあるはず。そう、靴ひもねありやけどね、靴ひも靴ひもありっちゃあり。で今日急遽ちょっと懐かしの超懐かしい、じゃん見えないか、見えんのかな見える。これはいつだっけこれこれあれじゃない、あのなんだ、あれだよね、のあれだよね、あの何、ツアーファイナルのやつだよね多分これ。エイトくん、あいるのかな、ちょっと見えないんだけどさあ、そうだよ、ちょっとね演技良さそうじゃない演技良さそうと思ってチームエイトにしました。ちょっと見せて、どうやって見せればいい、後ろ向けばいいかなどうやって見せる、自分どうやって見えとるかわからんちゃけど、見えとる、見えました見えたのかな、ちょっとわからんけど見えてる、よかった。そうこれを着て脱いだ方が早いぞ。いや確かにね、確かにそうやけど脱げないでしょうが。47億の素敵な時どういうこと、ずっと後ろ向いて、そんなわけにはいかないよ。おみちゃんは今日はねちょっとね謎に緊張しててさ、なんかお腹痛くなるけん緊張してビオフェルミン飲んだもんね、お腹痛くてなんかちょっと緊張してた。1個目のノリツッコミ、そんな何個もせんって、1回しかないよ、そんなノリツッコミさせんだよ私に。そう多分最終日で緊張してんだろうな。ビオフェルミン飲んだ三条島村やって島村ですよ今日は。お腹痛くてお風呂、あもうお風呂入っとった、あでももう8時前か、そんな時間か。っていうかマジでさショック、マジであの浴衣着る気満々でさ、ハイブランド系ねえショックなんだけど、浴衣そこに放り投げてきた、もうダメだ時間ないと思って、何かしらで紐探したんだけどないわと思って、ちょっとハプニングでした。まあハプニングもありますよ、ごめんね。浴衣明日か明後日か感謝枠したいなと思ってるんで、感謝祭で着るじゃん。おーでいい、もうそうするしかない。今日はちょっとね紐がないとさ着れないのよ浴衣は。なんでないんだろうね、なんでないんだろう、普通さ入ってるんじゃない、入ってないの、浴衣めちゃめちゃ着てる人だったら持ってるかもしれない。実家にはあるんですけどね、浴衣用の紐あるんだけど、ここにはないっちゃう、ないけんか、ショック。サランラップをよじると姫こうやっていいね、確かに良くないわで島村に売ってるよ、島村にも結構浴衣売ってるけんさ絶対紐売ってるはず。
かさ、なんか今日のメイクなんかいまいち何かが足りない気がする。気のせいかな。何が足りない、何が足りない、髪揺り始め打てないわ。鼻が足りないね。鼻はいつも足りん聞いちゃけど、今日何かが足りない気がする。この顔面何が足りんや。まあいっか、まあいっか。月月はなんていつもつけてないわ。え、つけてないわえ、あれのことですか、マスカラのこと。色気ももともとないわ。カチューシャか、昨日つけとったけんかな。え、マスカラつけてるよね。うんうん。ほくろ、ほくろなんかいつもほくろつけてみる。え、ちょっとシワムラ来てますよ今日みんなには見せるんけど、 しっかりシワムラ来てます今日は。やっぱね、マジで、島村、何、伊達に島村そんな言ってるわけじゃないんで、私本当に下着ずっと島村なの下着ずっと島村なの。眉毛の真ん中出せば完璧。え、眉毛の真ん中ここ、やーだー、恥ずかしい。なんか恥ずかしいよね眉毛出すので。今日あんまり眉毛上手に描けんかったさ。そう、朝めっちゃ急いでたからかな。眉毛 NG なんです今日。本当か、ちょっとそこ疑われてもさ、ちょっと証明できんけん疑わんといて、疑わんといて。デコ出しね、デコ出しね。なんかさ、乃木坂の5期生のさ、あのな、名前なんだっけ、凪ちゃん、あ、井上凪ちゃんいるじゃないですか、の顔見がめっちゃ可愛いと思って。あ、かいちゃんさんこんばんは、コメントありがとうございます。可愛いってありがとうございます。そうの、なんか髪めっちゃなんか大人っぽくて可愛いなと思って、めっちゃ憧れるさ、ああいうのに。けどなんか全然できんくて。今日のネックレスはムーン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 を胸に頑張るぜ今日は。おみちゃんも憧れられた、誰か憧れてくれん私にこんばんは、たけさんこんばんは、こんばんは。え、61人もいる今日、早。あ、すたさんありがとうございます、ホールケーキありがとうございます。却下で、なんでやねん。水木みたいになりたいですって言ってくれる人おらんかな。なんか男女問わず憧れられられられたいな、られられられたい。鼻の低くさんやいやー、喧嘩売られた、喧嘩売られた。こんな鼻低くなりたい、なりたい。え、誰かが言ってたんだよな、鼻低く整形できるらしいよ。整形できるらしい、鼻低くしたら、したらいいんじゃない。え、でも鼻低くする人いるのかな。あまりにも高すぎたら逆に低くなりたいと思うのか。まあ、ないものでだりってことですね。ん、まあまあ、島村のもどなた、どちら様。ん、憧れ、おうちん、鼻高いけん、え、じゃなくて鼻、私マジでマジでマジで低いよね。家族でこんな低い人いませんよ。リュウさん鼻高いもんね。憧れるけどなりたくない。え、なりたく、それ憧れてなくない、全然それ憧れてないじゃん、全然。憧れろ水木に。え、でもね、私ね、あの1回だけめちゃめちゃ嬉しいことがあったんだ。1回だけじゃないけど、1回そういえば思い出した。あの AKB のマネージャーさんに言われたことある。あの尾上ちゃんみたいにな、みたいなりたいって言われたことがあって、めっちゃ嬉しかった。なんか、なんでそういう話になったか忘れちゃったんですけど、なんかね、あの褒められた。
おのえちゃんみたいな前向きな前向きになりたいみたいな、なんかポジティブになりたいみたいな感じの話だったんだけど、あら嬉しいと思って嬉しかったです。え、なんか確かポジティブになりたいみたいな感じの意味だった気がする。そう、なんかめっちゃ一人でポジティブなこと言ってたんですよ確かその時そう嬉しかった。ポジティブは才能。いやでもね、たまにネガティブになるっすよね私も。けど今日はポジティブ今日はポジティブですよマジで。今日はね本当に1ヶ月ぐらい前から9月5日か9月5日かと思って生きてきたから超ね、なんかもうドキドキしてるんですけど、気合十分。ポジティブじゃなくて何も考え、そうそうなんですよ。深く考えない人がポジティブなのかもしれない。だってネガティブな人ってさ、すごいいろいろ考えててね、逆にあのそう長所っていうかいいことだなと思います。私考えられないもん、明日のこととか明後日のこととか。なんで2時間後のことすら分かんないかな私マジで1時間後の自分すらもね、あのどうなっとったかなって思ってるぐらいだからね、将来のことなんて考えたこともないぐらいそう、何も考えてない。そしたらあのポジティブになポジティブって思われるだけで、そうあの普通にネガティブ、ね、短所だねポジティブってのはとにかく魚のそうなれるならどっちかになりたい。確かに鳥か魚になりたいなポジティブよく言われますよ私も、よく言われます、何も考えてないなって。いいもんね考えてなくて、考えてない件こそね、あの悩むこともない件いいもんねいいんだもん別に。フィッシュオアチキンそういうことやったん。私どっちでもいい、どっちでもいい。あ、ビーフか、え何、ね、海豚さん、まあゆるかさん来てくれるかな今日。めっちゃ考えてるの。そうだったの、私全然考えてないあんまり何も深く考えてない、考えてなさそうやん私なんて。なんか主役中じゃない、結構タンスの奥底にあったこれあんま着ることない、もったいなくない、なんかこれ着るとすごい大切にしてるからと思ってたら奥底にあった。ネクラなの？意外すぎる。顔はね全然ピンピンしてるよ今日は。だって昨日なんか私さ、明日今日のあの何最終枠最終日じゃん、めっちゃ気合い入れてスキンケアなんてさ、化粧水塗って乳液塗ればいい方なのに、私マジで昨日めっちゃ気合い入れたの。アイクリームとか塗っちゃったよ、アイクリーム、なんかあのアイクリーム塗って、アイクリームってなんかさ、ここのなんかこういうアイクリーム塗って、まつげ美容液塗ってマジで一日で何が変わるんかっていう感じなんですけど、マジ気持ちですよ気持ち、マジで今日美女よくなろうと思ったんだけど、なんかねいまいちだった、いまいちあんま変わらん普段とって感じですね、普段とあんま変わんなかったですそうめっちゃね頑張ってやったんだけど、しかもなんか今日の朝ね、朝起きてからね、ネガティブなこと言うよ今から、朝起きた瞬間にね自分のすっぴんを見てびっくりしたと、えこんなクマひどいとと思って、何だったの昨日のアイクリームはと思って、なんかアイクリームっていうのがあって、なんかアイクリームって何のため塗るっちゃろう全然わからんちゃけど、とりあえずなんかまぶたの上と下と塗るさ。てかさ、ディズニーってめっちゃ焼けた気するっちゃけど、てかディズニー行った日めっちゃ暑かったさ、めっちゃ暑くて太陽さんさんすぎて、なんかあいちゃんまあいっかディズニーとか思ったら焼けてしまう。あのさ、アームカバー持って行き忘れてさ、まあいいよ。それでね、何の話だったっけ、そうアイクリーム塗って、何のためのアイクリームだったかわからないぐらい朝起きたらね、クマがひどくてね、ついに私は調べたと、クマ消すなんか
美容整形みたいな。あ、リュウさん今お風呂入ってます。でも整形なんかさする予定ないんですけどね、そんなお金もないんですけど、そういうこともできるのかなと思って調べたの。あんまりにもひどくて、クマが、そう、なんか私めちゃめちゃクマひどいの。なんかこれって多分ね、あるんだって。クマがちゃんもね、やだー、なんかおばちゃんみたいに見える、なんか老けて見え、まあ老けて見えるは嘘なんだけど、なんかでもこれめっちゃクマ消してるの。消してるっちゃけど、マジで寝起きパッて起きた瞬間、自分のパッて鏡見たらなんかもうここがズーンってなってて、いやいやクマだってさ、いやいや、あんますっぴん、すっぴんを出せない理由としてはマジでそれなんですよ。本当にクマがひどくて、なんでこんなクマひどいんだろうね。なんか小学校の、小学校5年生とか6年生の時にから、あの先生になんでそんなクマがあるんだって、なあちゃんとかにも言われたことある、なんかクマどうしたみたいな、違うんだって違うんだって、これ生まれつきじゃんみたいな、いつもじゃんみたいな。そう、なんか本当にね、小学生の時からクマがひどいんだよね。そういう多分目のなんか体質なんだろう、目の体質ってか、多分ここの皮が薄いんですよね。皮が薄い。うつむせね、うつむせっていうと、私ねずっとこうやって寝てる、仰向けでずっと上向いて寝てる。そうで、寝不足なことも絶対ないっちゃう。8時間ぐらいによるけん毎日。逆に寝すぎかな、寝すぎでクマできっとかな。つむじも薄い、つむじも薄いんだけど、本当にね、皮が、ここの皮が薄いのかな。クマがひどくてね、最近の悩みなんです私の。なんでこんなクマひどいんだろう、誰か教えて、クマ治る方法。なんかね、ほら、だってこれ、いや分からんやろうけど、ここ分かります、ここ、ここで、ここもここ、めちゃめちゃメイクで隠しても、やっぱ肉眼で見るとこことここのクマがすごいの。分かります、分からんわ、ライトとフィルターで多分見えん。こことここがもうめっちゃなんか青ざめたヤマンバみたいな。ちゆかま配信始めた、やめてちゆかま、みんなちゆかまのとこに行ってしまうのか。そうだけんかね、クマバネ修理したいと。彫りが深いなねえ、彫りが深い、彫りが深い。でも私なんか彫りはそんな深くないはずなんだけどな、なんだろうね。行ってき、行かんといて、お願い、今日だけは水木に付き合ってそう、それでから、じゃあ尾上さんは可愛くないってことかな。ね、メイクをすれば可愛いどういうことそれ、メイクすればいいもん。メイクせんかったら寝起きがもう、起きたおはようって言った瞬間がマジでブス、マジで。メイクせんかったらここのクマがブローンブローンってなって、あのマジでヤマンバみたい。今日だけじゃダメ、ずっと水木のとこにおって来たばっかだけど行っちゃおう。なんでよー、なんでよー、なんでよー、ダメですよ。今日は水木でいいじゃん、でいいじゃん。自分で可愛いと言う系の人が思ってないです、思ってないんですけど、ちょっと言ってみただけやん。熱くなってきた、ジーパン入っとっけん、熱か。24度にしてみよう。は？最悪じゃん、何それ。お水木すっぴんでも可愛いみたいに最悪じゃん、それ。何言ってるの、誰が言ったのそんなことそんなわけないよ、俺ブス戦なのか。そうだよ、いや、どういう、難しい、今の返し難しかった。いつもはね28とか7とか、寒かったら26、ちょっと一旦24にする。なんかね、配信するとすごい体が熱くなるっちゃん、本当に本当の本当に本当だよ。
そうだけんか、一旦つける、低くする。引いたら困る。え、ナンバー引いたろ、風邪引いたろ引いたろ聞いたらって何。ちびちゃんさん、はじめまして、尾上みずきです、よろしくお願いします。イエーイ。顔厚くした方がクマ消える気がする。そんなバナナだって。私一体37度だよ、いつも体温高いのに全然クマ消えん。もうそう、マジでもう燃えてるのかもしれない、いつもにまして。今日マジで暑い、マジでいつもより暑い。24度ってあんま先輩。あ、コモちゃん、ダイヤありがとうございます。ちょっと待ってね、めちゃめちゃ近くに行きすぎる可能性がある。手で隠す。うわ、じゃーん。あ、違う、小指にしかつきれないの。もうネイル取ったんだ。なんかネイルが来たら、ね、やっぱ焼けたよね私。ディズニー行きすぎや、行きすぎやって何。ありがとうございます。めっちゃ焼けたと思う、本当に。てかね、その日ディズニー行った次の日めっちゃ雨、あ、曇ってたので、その前日が、え、日焼け止めね、あの顔は塗った顔は塗った。あの前日に雨だったので、その日めっちゃ晴れで、次の日あの曇りだった。だから超ラッキーと思って。ギャル好きだ私。いいね、ギャル好き。なんか中学生に戻った気分になってきた私。こんなもっと暗かったけど、中学生のお水着。ちょっとさ、こんなか、その、こんなんか正座したくなってきた。正座っていうか、くつろがしてくつろがしてっていう。よいしょ。足見えるの恥ずかしいけん、足隠しとく、こうやって。結婚おめでとうございます。やめてください、勘違いします、88人の方が。あ、やば、ハートありがとうございます。88人も見とると。あぐらでもいい。あぐらね、あぐらなんか逆に痛い逆に痛くなりそう。すぐ飽きるもん、すぐなんか足組んでも飽きて、また別の足組み直して飽きようかな私。いや、足ってそのこの足じゃなくて、足の裏とかが恥ずかしい。映ってないわ。だけいい、足がチャームポイント。今いるのは30人。嘘やろこれ。ショールームと違ってリアルタイムですよこれ。足がチャームポイントやった、知らんかった。私のチャームポイントは花でしょう。で、前髪マジで気に食わんけ、一旦バサってしていい。ダメ、一旦バサってしたい。あ、バサってしたい。バサ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 。あ、バラナイスで、ありがとうございます。サッターさん、バラ、あ、アニー様ありがとうございます。テディベアありがとうございます。アリさん、いやー、待って、私さ3位になったんじゃない、待ってない、ありがとうございます。あ、やった、3位だ、ありがとうございます。アリさんありがとうございます。あ、そう、思い出した、なんか昨日のアーカイブどうなった、見れるようになりました。そう、私さ DM 来てて気づいたの、あの上がってないこと、アーカイブが。え、はじめまして。あ、まだ見れん、え、嘘。チョコミントさん、こんばん、え、こんばんは、こんばんは、え、はじめまして。え、アカウント作ったん、別人。え、チョコミントさん、え、
バンされてない。こんばんは、はじめまして、尾上みずきです、よろしくお願いします。え、バンされたわけじゃない、いやなんかわかんないな、まだ見れんと、やば、なんか昨日の夜やったけん朝になったら見れるやろみたいな気持ちでおったんだけど、まだ見れんと。チョコちゃんでいいよ。あ、チョコちゃんでいいの。え、チョコちゃんは身長185センチ、違う、チョコちゃん、チョコちゃんは、え、はじめまして、え、チョコちゃん、あのチョコちゃんじゃないの、違う、別チョコ、ほらありがとう。え、フォローしてくれたの。え、フォローしてくれてないよ、チョコちゃん、してくれたの。170センチ、別の方なの。え、本当に言ってる。え、え、チョコちゃん本当に言ってるの。え、ごめんね、ごめんね、それは。え、フォローしてくれた、ありがとう。え、本当に別の方。え、カニ恐竜、ここまで来て、え、そうだよね、え、本当に、どういうドッキリ、本当本当、え、本当だ、本当本当って何、え、別の方なの、すごいすごい。え、私のファンの方に185センチのめっちゃ大きいチョコミントさんっているんですよ。超大きいチョコミントさんっていう方がいらっしゃるんですよね。そう、その人やと思った、アカウント作ったのかと思った。へえ、嬉しい、チョコミントさん、こんにちは、尾上みずきです、長崎県出身の22歳です、今日は島村モデルイベントの最終枠で頑張ってます。そう、え、尾上みずきです、え、ぜひおみずき FC に入ってください。夏バージョンのヨッシー、ヨッシーが好きなの、かわいい、久しぶり見たな、ヨッシー、ベロンってやつやろ、かわいい、めっちゃ、確かにスイカ持っとるけん夏バージョンなのか、これ、びっくりしたんだけど、チョコさん2人、え、チョコちゃんって呼ぶね、じゃあチョコミントさんはチョコさんっていつも言ってるから、チョコちゃんって呼ぶ。ありがとう、ハート、チョコちゃんありがとう。そうだよ、お水木よしに、もう名前だけで加入できる。そうだよ、あっちのチョコミントさんを解明させよう。え、島村のモデルなの。そうだよ、島村モデルのイベントだから、こんなお水木は気合が入ってるんですよ。そう、気合が、気合十分、いえいえ。チョコミントさん、あっちのチョコミントさんはまあ何とでも呼べる。何とでも呼べる。チョコちゃんはチョコちゃんでいこう。チョコミントさんはね、うん、解明できるかな。チョコちゃんはヨッシーと思っていたです。分かった、ありがとうございます。すごい運命を感じます。なんか最初なんかその私のファンの方のチョコミントさんやと思って喋るかきよった。あー、かわいい、ありがとうございます。鳥天さんもハートありがとうございます。あ、ハワネコさんもハートありがとうございます。尾上みずきです、よろしくお願いします。すごい、そんなことあるんだ、にゃんて日だ、本当だよ、にゃんて日だ、すごいね、すごいわ、そんなことあるんだね、そうね、すごいね、すごい、なんか奇跡みたいだ。そんなで何の話してた、私今日っていうか今までね、すごい、あ、ハートありがとうございます。あ、久保くんもハートありがとうございます。チョコちゃんもありがとうございます。あもくんもありがとうございます。
ふみてぃさん来てください。ゆふみてぃさん、なかなかおらんよ、ふみてぃさんは。みんな、ふみてぃさんおらんね。何てぃさんとか おりそうやけど、結構。ごめん先生もハートありがとうございます。ブスって話してました。やだ、そんな話してた。みずきちゃんがいるから明日を信じてみたいと思うよ。本当に言い過ぎやろそれ。言い過ぎ本当に。え、今日知ったんだよね私のこと。え、今日知りました。でも初めましてだもんね。明日を信じてみたいって思う。そんな明日、そんなそんなか。え、でもっくんってさ、前おらんやったっけ。熊だ、熊、そう、熊。あたっちーさん、ハートありがとうございます。ハートありがとう、ごめん先生。あすーさんもハートありがとうございます。大好きさんはひゆか推しに。え、そうなの。あ、そうなの。え、大好きさんって私もショールーム時代2人いた気がする。記憶が確かに、いた気がする。いなかった、いたよね。野口さんはね、いない気がする。いないから、あの、何、また戻ってきてくれた時すぐ分かった。野口さんや、ご飯作る。あ、そう、今日はね、リュウさんがなんか私が、あの、あ、料理してんの、何作ってるんですか。そう、私の相方今一緒に住んでるんですけど、双子なんですけど、暴露暴露したの、なんか。そう、それで、あの、あ、何の話だったっけ。うー、泣ける、泣いてきます。なんでそう、それでから、あ、何の話だったっけ。あ、そうそう、それで今日はあの、何、ご飯作ってくれるらしくて。そう、なんかシチューを作ってくれるらしくて、張り切ってる。なんかうるさいけん。ふみぴー、ふみぴーさん来た。誰、ふみぴーさんに変ね、変えた人誰、改名した人。ふみぴー、ふみぴー誰なの。インテリアクザさんやの、そんなことするのは。ん、なんて呼ぶんだそれ、何飯。ふみぴー、はじめまして。ふみぴーさん、大抵なものを作る。すごーい。で、今日は生作りよった。すごいな、料理できるのいいですよね。あ、これ全然ついてなかった。なんだ、なんだ。そう、ドラシキッチンを今日はしてくれるらしい。でも初めて作るらしくて、なんか P の方が可愛いとか言われてる。マジ面白い。ケンチさん、初めまして、尾上みずきです。よろしくお願いします。イエイ。シャーマンも俺にいそうな顔して。あ、本当ですか。それは褒めてる、褒めてる、ありがとうございます。じゃあこれからあと1時間後島村モデルになるんで、よろしくお願いします。 T の方が可愛いわ。 N もいたの。いないよ N。 あ、長崎在住の関西人さん、こんばんは。多分明日、多分オムライス。あ、いいな、オムライス美味しそう。いいな、いいな、オムライスいいな。キューが可愛い。キュー、キューとかいるの。フミエヌ、フミエヌ、フミエヌいた。フミエヌ、フミエヌの N はノグッチの N でしょ。ちょっと分かりづらくなってきた。フミ、おみら、え、こないだオムライス作ったよ。こないだオムライス作ったけど写真撮ってないや。リュウさんにオムライス作ってあげた。簡単だからね。今日はとろ玉豚キャベツ。うわ、美味しそう、めっちゃ美味しそう。そういう系大好き私。あたとくん、こんばんは。ムックちゃん、こんばんは。はじめまして、尾上みずきです。よろしくお願いします。ピース。俺もフミエスにしようかな。いいいいいい、そんなそんなそんなフミティさんいっぱいおっても、でも大体わかるけどね、フミエス、フミエヌ、フミピーも。作り放題。私フミエヌってこと。フミエヌ、フミエヌ、なんかアリエルみたい。フミエヌ、フミブイ、フミブイ。
い、ありがとうございます。わかるってなんですか。え、違う、あ、これチョコミントさん、え、チョコミントさんなのこれ。あ、峰松さんや、こんばんは。え、フミエヌって誰。あ、フミピーって誰。 V2 さん、インテリアクザさんじゃないでしょ。え、フミブイブリントさんちょっと面白い。え、 P 誰、 P 誰なのちょっとみんなふざけ散らかすな。決勝、決勝だってのに。あ、峰松さんありがとうございます。ティアラ、ふみぶい、初見ふみぶいいるんだけどありがとうございます。初見じゃないね絶対ね。想像と違ってたらごめんなさい。あ、チョコちゃんの、えー、美味しそう、めっちゃめっちゃ美味しそう、めっちゃ美味しそう。マジ今日めっちゃお腹空いてるけどめっちゃ食べたい。すごい、ありがとうございます。峰松さん、ティアラ、今日初ティアラ装着や、おつけとこうかな。今日はお水木が主役やけ、あ、いつも主役にぶっているか、ごめんで、何の話やったっけ。で、すごいよ、ふみ V まで来ちゃって、ふみ N もいるし、ふみ P、 え、ふみ P って何、 P 絶対違うでしょ。 P は何、どこの P よ、どっから釣ってきたの P は。お腹空いてきたので離脱して、ダメよ、ふみ P にした人はもう離脱できんくなった。ふみ C、 え、インテリさん、え、チョコ、チョコミントさん、え、 C って何ね、 C かっこいい C 持ってこんで、そのわざ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 その画像持ってこんで、かっこいい C。 え、誰 C、 同時配信、え、マジか、やだ、え、 C 誰C、 チョコ、チョコの C じゃない、チョコの C じゃないの。いや、わけわからんよ私が一番。いや、ふみ P もいまだに謎やもん。 P 誰、マジ P 誰。フミファミリーの皆さん、え、違う、その手はインテリアクザさんっぽいっちゃんね、絶対インテリアクザさんとフミシー、カリシーじゃねえ、カリシーやめてあ、フミティのカリシーなんじゃない、フミシーさんは。いや、わけわかんよ私が一番マジで。コメントもうだ、誰が誰かわからず読んでるもんねフミピーが誰かマジわからん。俺のアイコン W に見えてきたやろ、無理やりすぎやろそれふみ W 一番語呂悪いよ、ふみ W さんが、うん、ちょっと言いにくいな。ふみ C、ふみ T、 あ、ふみ T は本家か、ふみ C、ふみ P、 ふみ V もなんかいけるけど、ふみ W ってふみ W はダメだな、ちょっと偽物感がひどい。俺も偽物な気がして、ちょっと私も怪しくなってきた。フミティさんがフミティさんなのかわからなくなってきた。相方募集中ってこと？フミ N もいたんだ。N もまあ W よりはマシ。W よりはいい。え、何マシとかいいとか。で、P は何？ P は誰？え、でもチョコミントさんでしょ絶対。違うの？え、いたの？いたの？フミピー。フミピーじゃない？チョコミントさん？あ、シロさんこんばんは。 N が豪華って何N が豪華面白い、フミ N 豪華面白い。あ、 S、 フミ S もいい、フミ S、 フミ S、 フミ S ってなんかなんかフミ S ってなんかありそうじゃない、フミ S、 なんかなんかあのブランドにありそう、フミ S のだよこれ痛いチョコさん、え、チョコさんじゃないの、フミピーって誰、え、誰なの本当わかんない、難問、あ、難問、難問ゆうこじゃん、関係ないじゃん、あ、かっちゃん、 P かっちゃんか、違う、
どっちかどっちか、いや分かんないよね、ごめんね。でもチョコちゃんはチョコちゃんって呼ぶから大丈夫、チョコミントさんはチョコさんって呼ぶ。でフミディ、フミディ大好きさ、フミディアニエス、アニエス何か知らんけどなんかありそうしのぶさんこんばんは。あ、ブリントさん、え、ブリントさんフミブイでしょ、フミブイ。ちょっとわからん、マジもうわからんくなってきたけん、もうお水木が離脱するもうお水木がこの配信離脱するしかない。誰呼びよっかわからん最悪やん、なんで私が離脱せんといけんす。問題か誰だかちょっとわからんくなってきたけど、まあいいでしょう、とりあえずお水木 FC であることは変わりない、きっと間違いないですね。決勝お疲れ様でしたやだー、こんな、いやフミ FC ちょっとやめて、フミ FC やめてくれ乗っ取られたやんお水木 FC。え、本当ね、緊張取れたわ、もう緊張どころかもうとっとけに溶けまくってしまって、もうゆるゆるになってしまった。そう、何気に3位なの。え、ふみきゅうインテリアくださんでしょ、きゅうかっこいいの持ってこんでいいって、いいって。しかもなんかなんか面白いんだけど、すごいこんなんなるんだ、どっから持ってくるさ、そんなインテリアくださんだよ絶対。犬もかっこいいの持ってる、なんか乗っとし犬の間にどっから持ってきてんだよみんな。そんな回復やった、回復のくせにそんな踏み球にな、踏み球っていう名前にしたのかなめちゃめちゃ話乗ってくれるやん、俺やった、野口さんやった。あ、ニコニコさんこんばんは、 T シャツメンバーやったらめっちゃ面白いこんばんは、ニコニコさん。あ、フミディさん、え、誰、え、大好きさん、え、あきなやまからです、え、誰、ディ、ちょっとフミディさんフミディさんからスポーツカーもらった、やだやだ、何、フミキューさんもありがとうございます、え、誰、チョコさんでしょ絶対、名前か、え、大好きさんいるじゃん、待ってわかんない本当にわからん、え、誰、トゲピーは意味わからんなあ、しまさん回復失礼します、どうぞどうぞごゆっくり。ふみ一族すごい、え、ちょっと待って、ふみピー誰、ありがとうございます、スポーツカーありがとうございます。え、ふみピー誰なの、誰か特定して、ふみピーを、だって俺言えんもん、ありがとうございますふみぴーさんって言わんといけんくない、ふみぴーさんありがとうございます。え、ふみセット野口さんやろ絶対違う、 Z から始まる人なんてなかなか、久保くん、久保くんかよ、くそーくそー、久保くんだったのねー、島の人ね、え、マジでコメント全然見てなかったっす、え、言ってた、みんな久保くんだよって、ねえ、ありがとうございます久保くん、え、どっからピー持ってきた、ありがとうございますえ、チョコミントさんのかと思ってた、なんとなくフミフティファミリー、やばい、言ってたの、フミキーにしてよ、あ、料理してるってチョコちゃん、ありがとうございます、久保くんありがとう、久保くんありがとう、じゃーんありがとうございます久保くん、ツイッターに飛べばわかる、そう、だいたいツイッタープロフィールからツイッター見たら誰が誰だかわかるっす本当よ、チョコちゃんびっくりですよ、こんなカオスな配信見てね、ごめんなさい本当に、私のファンの方カオスなのちょっとカオスなの、そう、トトロ、そう、ありがとうございます久保くんやったとね、それでチョコミン、あーりんさんありがとうございますあーりんさんありがとうございます、ありがとうございますティアラ、本気だから
本家も怪しくなってきた。ありがとうございます、ティアラ。スクショ撮って。可愛く撮ってね。なんか今日メイク薄い。ファンデーション塗ってないからかな。塗ったけどね。ちょっと塗ったよ、ちゃんと。塗ったけど塗ってないみたいな。本気が歌う部屋作り直さんの、え、部屋作り直さんの、ナンバーナンバー、あー枠、え、枠ってこと、あ、そう、直さんといけんか。そうね、じゃあ一旦ここで配信切るか。でも一回したらいいのかな、枠か。前髪直したい。じゃあ一旦ここで配信止めるか。まさまささん、こんばんは。俺は誰ですか。いや、誰なんですか、あなた。野口さんじゃないの。野口さんっぽいけどな。あ、でもふみえのいるわ。待って待ってて何え、イルカさん来た。こんばんは、イルカさん。え、Z マジでわからん。え、誰なの。もう終わり、え、すぐ配信始めますよ。一旦枠作り直すだけ。疑わないでください。野口さんいる。あ、イルカさんありがとうございます。イルカさん来てくれたし、スポーツカーくれた、ありがとうございます。イルカさん、やだ、イルカさんやん。イルカさん、ゆうかさんやん、こんばんは。え、めっちゃ嬉しい。なんかおみずきのこと忘れたかと思ったわもうおみずき完全移籍したかと思っとった。おみずき嬉しいから、嬉しい、ありがとうございます。待ってたよ。最近なんかコメントなくない。コメントして、今コメントして、コメントして、なんかコメントしてみて。体調不良なの？本当に？アルファベットかきキス存在感。いや、もうゆうかさんの存在感はすごい。8割しか移籍して、そんなしたん？あと 2割しか残ってない笑顔ニコニコさん、かき氷ありがとうございます。え、ゆうかさんありがとうございます。スポーツカーありがとうございます。久保くんもありがとうございます。すごい、いけそう、いけそうじゃない。ちょっと全然順位とかわからんけど、ランキング見てないけ。イルカさんありがとうございます。体調不良なの。あ、そうそうそう、途中と半端になるけん、ランキング読みますね一旦。第1位、くぼぴー、くぼくん、ありがとうございます。ありがとうございます、くぼくん。第2位、イルカさん、ありがとうございます。来てくれてありがとうございます。移籍仕掛けてたのかな、体調不良なの本当に。ちょっとそれは知らんかった、ありがとうございます。第3位、アーリーさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。第4位、くまちゃん、ありがとうございます。第5位、峰松さん、ありがとうございます。第6位、え、第6位わかんない、え、ありがとうございます。第7位、佐藤さん、ありがとうございます。第8位、ふみや、誰やねん、ふみや、ありがとうございます。偽松さん来た、おのっちさんでしょ絶対。第9位、カジノフォンテンさん、ありがとうございます。第10位、もっくん、ありがとうございます。第11位、ポッポさん、ありがとうございます。第12位、ごめん先生、ありがとうございます。第13位、ふみえぬさん、テディベア、ありがとうございます。ありがとうございます、イルカさん。え、イルカさんが1位になったと、やだ、1位、イルカさん、ありがとうございます。あ、ブリントさんか、ちょっとマジで私あのこのお家あの出されるぐらいめちゃめちゃ大きな声出しておけど大丈夫かしら、目立ちたがりやいイルカさん、ホールケーキありがとうございます。え、やばー、やだ、すごい。え、イルカさんめっちゃありがとうございます。1位だ、
元気し元気なのか。あ、おなちさんもこんばんは。引っ越ししないといけない、本当に家追い出されるわこんな。あ、回復ありがとうございました、ありがとうございました。また待ってます。で今日の前髪マジでさ最悪っちゃけど私。じゃ一旦枠作り直します。ゆうかさん、ゆうかさん次の枠もちゃんと見に来てくださいよ。はじめまして、お邪魔します。あ、枠変えちゃう。ももさんこんにちは。名前もみんな名前戻して、最終枠はお願い、ほんお願い、ちゃんと、うん、ちゃんとみんな名前変えないで、マチュさんでしょ Z は。ゆるくさん VIP って何、あ、 VIP か。あ、いやいや、えらいえらい、ガニムレさんえらいですよでもなんかガニムレさん分かる気がするな、変えてもアイコン変えんければすぐ分かるけど。俺も直せず、うん、俺もちょっと直して直しては無理か、絵文字で分かるんだよ。あ、サッタンさんも変わってるわ。全然じゃちゃんと名前変えて最終枠みんな気合い入れていくぞー。おー、ちょっとなんかメイクさ薄いっちゃう、もう話長くなるわ。じゃあ皆さん失礼します。一旦切って前髪シュッてするけん3分ちょうだい。あ、あとお手洗いにも行きたいじゃあ3分待っとって。誰誰、2人って言った、1人か、1人だった。ありがとうございます、もっくん。勘違いかい。勘違いは誰でもありますよ。私なんか毎日1日100回ぐらい勘違いして生きてるなんかさ、たまに2個来たりするんだよね、2回来たり。多分勘違いじゃなくてバグだと思う、 LINE ライブのよくあるんだよね。お姫様みたい、ありがとう、もっくん。なんでバイバイ送ってるの、幅バイバイ送らないでってことじゃんだけどありがとうございます、りんちゃん。だいたい見てます。あ、こまちゃんよろしくバブってる、バブってる、ありがとうございます。バイバイ20個もくれた、なんか悲しいけどありがとうございます、りんちゃんありがとう。お姫様ここここ、これこれ、自称姫。ふみてぃさんもありがとうございます。いとしさんもありがとうございます。にさんもありがとうございます。あーりんさんもありがとうございます。だいすけさんもありがとうございます。みんなありがとうございます、応援してくださって本当に私は幸せ者です。私が夢っていうかチャレンジしたいっていうことに挑戦することにみんなが応援してくれることが本当に幸せです。ありがとうございます。頑張るぞ、頑張って長崎県民に知ってもらうんだ。お水木頑張ってるよって。あ、ありがとうございます。あ、ニコニコさんもありがとうございます。こうちゃんパラシュートありがとうございます。あ、うんうん、ありがとうございます、ありがとう。え、すごい、え、全然来なかった、今から来る、なんか遅れてんじゃない、遅れてるよね、なんかこまちゃんのバルーンじゃないパラシュートまだ来てないもん。ありがとうございます。あー、きかぜさんもありがとうございます。あ、きかぜさんもナンバーワンありがとうございます。ナンバーワン、そうだね、どん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 長崎にも知ってもらう、長崎のみんなにも知ってもらいたい。またね、送りすぎや。あ、いとしさんありがとうございます、頑張ってねって、ありがとうございます。いとしさん、あー生徒さんか、全然関係ないこと言うやん、こんな時にありがとうございます。みのまつさんありがたわー、わー、ありがたわー。あ、ガニウデさんもハートいっぱいありがとうございます。エフェクトがついてきてない、なんかこまちゃんのまだ来てないよね、トマも来てないもん。え、みねまちさんありがとう、ありがとう、ありがとう。え、みゆこ16日だもんね、生誕祭。もうあと3日ずらして、3日ずらしてくれた、2日、あと1日ずらしてくれたらいいちょっと言っとってや、おみずきがずらしてって言ってよ。え、みんなありがとうございます。ふみてぃさんも
ブクブクチャガマさんありがとうございます。コーヒーさんもハートじゃないラブありがとうございます。なんでやなんでやや本当。リンちゃんもありがとうございます。うわー何ありがとうございます。すごい何何スポーツ会来た。え全然来てない来てない。私んとこ来てないよ。え来た。リナギさんいつからいたのいつからいたの。えありがとうございます。え久しぶりなんじゃない。ありがとうリナギさん、スポーツ会ありがとうございます。でもねまだ反映されてない私のとこにはまだ見えてないんだけど。えでもフライングありがとう。フライングありがとうじゃないか、私が遅れてんのかな。えありがとうございます。あリンちゃんもティアラありがとうございます。ありがとうございますリンちゃん。だからリンちゃんめっちゃバイバイ送るやん。もうどうしたそんな離れたい私とお星様さん拍手するブラウンありがとうございます。ニコニコさんもありがとうございます。かき氷あゆうくんこんばんはこんばんは。ねエフェクトめっちゃなんか遅い。えそんなに離れたよ。えは混み合ってんのかな。やだ反映されるエフェクトがされてないだけか。数字はされてるもんね。野口さんありがとうございます。ギクセタンカさんもありがとうございます。ブラコニありがとうございます。チンチンありがとうございます。離れたい時はバイバイ送る決まりですか。そんな決まりはないですけど、あのバイバイは送らないで、あ送らないバイバイはしないで、バイバイはしないで、バイバイ送るのは OK やけど、直前すぎちゃダメなの。そんなルールあるの。え知らなかった知らなかった。無言で離れた、やめて、一番怖いやめてよ。離れたくない場合はないですか。離れなく離れたくない場合は離れないでください。離れたくなくていいんですよ、離れないで。あニコニコさんありがとうございます。マチさんバイバイめっちゃ送って、あコマちゃんもバラシュートありがとうございます。ありがとうございます。クモくんも可愛い、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。インテリアクトさんも初見じゃないけどありがとうございます。初見コモちゃんありがとうございます。パラシュートすごい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 、あ今来たんだ、今来たんだパラシュートが。そういうことか、笑顔ニコニコさんのも今来たってことか。回復失礼します。どうぞどうぞ回復、ここで回復してここにハート投げてでサッタンさんおやすみ、ありがとうございます。おやすみおやすみ。お腹痛いさんこんばんは、こんばんは。全然タワーも来んねん、やっぱ遅れ、え遅いのか、なんかラインライブ壊れてんじゃないあゆうなさんはじめまして、こんにちは尾上みずきです、よろしくお願いします。初見さん尾上みずきです。今21時までイベント最終日なので今頑張ってます。なんかさ全然アーカイブとかも反映されんや、反映されんくて、浴衣じゃないから、え私が浴衣じゃないっけ、怒っとるん LINE ライブ面白すぎるやろ。そんな私の浴衣見たかったのかな。かまちの配信見てね、かまちの配信行ってるの、聞いてないなそれは聞いてないじゃん。ポイント反映してない、ポイント反映してるっぽい。あ、いとしさんの今来た、ありがとうございます。長崎のみんなを喜ばそうなリングありがとうございます。あ、峰町さんの玉来た、来たよ、来た、ありがとうございます。本社どこにあるの、東京じゃないと。あ、インスタとツイッターありがとうございます。 TikTok もやってるのでぜひよかったら見に来てください。ありがとうございます。反映なんか遅いですね、反映ってか多分エフェクトが来るのが遅いんじゃないかな。毎回そうだよね、渋滞してると遅い。はあ、めっちゃなんか息が上がった、ブワーって喋ったけん。
埼玉市か、インテリアクザさんのとこやん。インテリアクザさんがじゃあ一番行きやすい。あでも本社、本社か、本店みたいなやつじゃなくて入れんよね誰でも。あハートありがとうございます、ゆうなさん。あみんな息投げてる、あなるほどね、あと5分や、いつも喋ってるの、いつも喋ってるけど、ありがとうございます皆さん。えスポーツカー来た、全然、うわあリヘナギさんありがとうございます、やっと来たよ、やっと来た、ありがとうございます、リヘナギさんありがとう、ありがとうございます。満月さんはじめまして、小野上瑞希です、よろしくお願いします。おお、なんかドキドキしてきちゃった、ドキドキしてきちゃった、おみちゃん。そろそろハート止める、なんかハート止めなきゃいけないんだっけ、反映されなくなるんだっけ、ちょっと分からんけど止めとくなんかね、ありがとうございます。じゃあえそうなのか、そういうのがある、あるんだっけ、私はもうお水木不審に全て託してるから、ちょっとみんなで決めて、ハート止めるしタイミングとかわかんない、止めますねハート、ありがとう。なるほど、ラグがわかんない、ラグ、なんかすごいラグすごいですね、確かに、なんかラグっていうか投げ切っちゃってください、あなるほどね、にさんありがとうございますハート。どこ住みですか、東京、住みは東京やね、東京やけど出身は長崎県、長崎県、長崎、長崎出身です長崎県出身です、ありがとうございます、ファイト、りんちゃんありがとう、ニコニコさんもラブありがとうございます。なあサッタンさんありがとうございます、何が野生のギフトで何言ってるんで、やだありがとう、ああアーリンさんもありがとうございますやだすごい、やだこめかみかゆくなってきた、興奮してかゆかゆかゆ、サッタンさんアーリンさんありがとうございます、すごい、すごすぎる、ありがとうございます、やば、今完全に心臓がドキドキドキドクってしたのがあの胸で分かったどういうことなんかドクってしたんだけどびっくり、いやありがとうございます、え結構前に送ったの、え楽園、えサッタンさんの楽園結構前だったの、アーリンさんもありがとうございます、ドキドキします本当に、りんちゃんもティアラありがとうございます、私がこんなドキドキしてる時にキッチンでうるさい音がしてる、はあ、長崎のみんな喜ばせ、あ今来たの、えティアラ今来たのフミディさんの、えありがとうございますわあガニメデさんもパラシュートありがとうございます、前髪がどんどんずれていく、興奮してありがとうございます、え今投げた、あ今のさっきと同じ文章だった、ありがとうございますふみてぃさん、ハーリーさんもダイヤありがとうございます、ガニメデさんもガラガラガラシュート、パラシュート、あ違うパラシュートだよね、ありがとうございます、いやだ何位なんだろう私今、最後に思い出が、あースーさんありがとうございます、ありがとうスーさんありがとうございます、ありがとうございます、あーカニウルさんスポーツカーもありがとうございますありがとうありがとうございます、クマくんもありがとうございます、キャークマくんさっきもスポーツカーくれたのにありがとうございます、あーえすごいお願いすごい、ブリントさん何それ、初めて見た、ありがとうございます、今何位なの私、あサッタさんオカもありがとうございます、ありがとうございます、ニコニコさんもありがとうございます、わやば何位なのか、ちょっと誰か知らないの、
走っとけ。ありがとうございます、インテリアクザさん。アリ様おかありがとうございます。やだ、何位なの全然わかんないんだけど今。ありがとうございます。スポーツカーもすごい、何位が全然見えない。ありがとうございます。うわありがとうございます、ウィティさん。ありがとう、コウちゃんも仲良い、ありがとうございます。大好きさんありがとうございます。やだ、やだ、いやーすごーいありがとうございます、すごい。もうやだ、やばどうしよう、全然見えてない。いやーすごい、やばい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 、ありがとうございます。うわ、ロケットスニーカーさんもありがとうございます。いやー1位やー、1位、1位だやったー。1位じゃない、1位じゃないの、違う、1位、2位なの、1位じゃないの、2位、嘘だよ、1位、2位、2位かな、1位じゃない、2位、最後抜かれたのか、キャー悔しい、悔しすぎる、くー、でも聞いてほしい、これ3位まで先行入るから、3位まで先行入るから、先行くー、あとちょっとあったのに、キャー、お水着、そう、最終審査いけるから、モデルの夢はまだある、夢はまだある、 YouTube モデルから、ありがとうございます。皆さんありがとうございます、本当に。あ、こまちゃんのテディベア今来たかな、すごーい、一回1位なって、私も一回1位見たんだよね、気づいたら終わってたの。YouTube は楽しみだね。YouTube とあと先行いけるから、ちょっとその先行でお水木がどれだけお水木が私に託されたな、これは。よし、私に託されちゃった、私に託されたぞ。ちょっと頑張ってきます、オーディションっていうか、なんか島村さんのが決めるんだって、3位いないから、どの子をモデルにするか頑張る託した、ありがとうございます。落ちた、そう、面接みたいなのがあるっぽい。でも多分1位の方が多分優先っていう、何ちょっとあるのかもしれないけど、でも YouTube も出れるしね。コメントの内容の審査に、なんかフミピーとフミシーとか、誰もカオスすぎてわからん、そんな島村の人配信見て、こいつ充実しとんなコメントとかなる1位すごい、やだ、絶対取ってくるから、お水木モデル取ってくるから、みんな許して。1位やばいね、まあ私からしたら最高のコメントなんやったよ。フットゴルフアピールしなきゃ、私はフットゴルフができます。あー、ありがとうございます、皆さん。ありがとうございました。期待して待ってるよ。なんか、まあ悔しいっちゃ悔しいけど、ケロケロって言っちゃったまた。けどなんか、でもなんか全然審査あるから、これからでしょ。これから私が頑張って、
え、なんで、え、私がモデルになる、なるんだ、私がモデルになるんだっていう意気込みでちょっと頑張ってきます。なんかとちろうさんの色か、あ、とちろうさんランクアップした、取ってこいよ。わー、今来た、楽園、楽天、楽園、今来た、ありがとうございます。ちょっとゆっくり、あ、アリさんのスポーツカーも今来た、ありがとうございます。すごいぶっちぎりモデル感、ちょっとモデル感出して頑張っていこう、頑張っていくわ、頑張っていく。あー、でも店内アナウンサーしたかったけどね、店内アナウンサーはね1位の人なんだって。え、けどまだ、まだ分からんよ、チラシ、チラシとか私かもしれない。あ、ふみてぃさんもありがとうございます、今来たよ。あ、ガニメディさんのパラシュートもありがとうございます。もう水木にかかってるわ、ちょ、なんかなまってるからな、大丈夫よ、チラシからなまりは出てこんやろこいつ。なま、あ、スーさん、どうもありがとうございます、今来た。島村行く必要ないな、いや行こう、行こうよ。でも店内アナウンスしたかったけどね、けどまあチラシ乗れるように頑張ります。チラシ乗るぞ、ビジュアル、あ、嬉しか、ありがとう、ガニムリさん、伝わるの、これチラシ見よってこいつバカなまってるやんみたいになる、怖、チラシからは出らんね。ゴリヘイス、ゴリペ、ゴリペさん、最終結果が見えない、そうなのか、なんか混んでんのかな。あー、リサ、おか、ありがとうございます。うわ、いっぱい本当にありがとうございました、本当に本当に本当にありがとうございました。あー、フミティさんのありがとうまーが、ありがとうまーだわ、ありがとうまーが今来たわ、来た。ジュンリュって笑っちゃう、今来たわ、ありがとうまー。あー、大好きさん、何、気球、気球大好きさん、本当にもう気球ありがとうございます。くまくんもありがとう、ありがとうございます、ありがとうございましたわ。あー、もうなんで、なんて素敵なの、本当におみちゃんの夢が叶いますよね。もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、ありがとうございます。あ、もう、あ、もう、もう、ありがとうございます。うわー、ない、え、楽、楽、楽園や、今来てるみんな、え、みんな来てる、私だけ今見えてるの、今楽園なんだけど、私一人、一人楽園、あ、待って、ここ、こうか、はっ、ちょっと見て、ほらほら、え、ほら、え、見えてる、気球かわいいよね、ありがとうございます。あ、もうすごい。ありがとうございます。飛行機今来てる、ロケットスニーカーさん、ありがとう、ありがとうございます。え、見えてる、私のエフェクトもついてる、なんか、え、あ、来た、こまちゃん、 UFO。 すごい吸い込まれよう、私も、え、ありがとうございます。すごい、終わったかな、なんかエフェクト異次元の海、い、海月異次元だった、今一人なんか夢の国にいた。いや、みんなさん応援してくれてありがとうございました。水木に任せてください、あとは。え、本当か、大丈夫か、こんなこと言って。エフェクト祭り終わったね。1位だと思ったけど、やっぱりイベントは甘くないですね、最後の最後こういうのがあるから、イベントって本当にすごい怖い、怖いですね。ありがとうございます。あ、エボさん、はじめまして、尾上瑞希です、よろしくお願いします。力強い宣言、僕が行きましょうか、一緒に来てくれます、しんさん、これが尾上瑞希ちゃんですって言って PR してよ。本田さんが1位かな、多分違う、あ、そうなんだ、フォロワー数2倍、あ、でも私結構少ない方ですよね、フォロワーって言ったら、多分、ありがとうございます、イベントお疲れ様、チョコヒユカ、あ、え、チョコミントさん、これ
違う。最終審査頑張ってください。頑張るばい。頑張ってくっけん私。うん、いいけど30度超えたらめちゃめちゃダメやん。30度大体超えるよ。超えん、超えんか、そんな超えん。3000人もいるの？そこ、え、でもそんな3000人もいる本田さんと接戦だったお水木すごいじゃん。すごいじゃんお水木も。違う？いや見てみたい、今見て見て見てくださいよ、見て見て見て。YouTube やってたの？あ、そうなんですね。YouTube 見よう。夏は外出たことないです。嘘ばっかり。本当か？本当か？え、チラシもらえるで、え、チラシもらえるっちゅうの？てかチラシさ、貼ってある、ある、置いてない？置いてないっけ？本田さんになれますよ。YouTube、そう、YouTube 私なって、やってないからこそ、YouTube に出てみたいっていうのはめっちゃあって、YouTube やってみたいと思うけど、いや出たこともないからさ、もしかしたらこれを機に、あ、そう出れるんですよ、3位まで入ってるから。 YouTube は決定、初の YouTube ですね。初の YouTube なんですけど、ちょっとこのこれを機に YouTube に目覚める可能性もありますよ。どうするお水木が。え、めっちゃ YouTube 楽しかった。俺も YouTube 出るてか出てみたいな、みんなで。今日のゲストはお水木牛です。面白くない？あー惜しかったな、ちょっとだったね。さあちょっとだったね、ちょっとだったけど大丈夫。モデルお水木が撮る、無理かな。自分で編集してくる。出てみたいって思うけどなかなか機会がなくて。会社辞めてきたら出れます。え、そういう問題。そういう問題やろ。相手も戦い方がうまい。あーそっか。でも私たちもなんかすごい、私たちもっていうか私たちも結構うまく、うまいっていうかうまいなって、うまくない。なんかちょうど1年前に一番最初にのんののイベントに出たんだよね。それでみんなで、そう、あ、こういう感じかみたいなね感じで、なんかどんどんなんか強くなってる気がする。前はさ、一番最初のなんかのんどの時はね、わからんかったっちゃ、本当に悔しかったけどさ、なんかあれがあってなんかすごいなんか戦い方みたいなのを学んだ気がする。だっけ、あれはねなんか貴重な、あの貴重な体験だった、経験だった。そう。あの時はね面白いね、懐かしい。そう、全てが経験なんです。島村ないと都会に人やろ絶対。長崎もそこら中に島村いっぱいあるよ。水木一緒に、そうそうなのよ、みんな本当に賢くて本当に頼りがいのある皆さんです。こんばんは、たかりんさん。見失ってるけど、ね、その子のおみ、あ、見失ってたお水木のんのの時。いやよかったよ、また見つけてくれて。まだ開けたらそこに島村あるよ。マジで近すぎるやろ。あーでもそんな近くにお水木のなんかあのチラシとかねあったらめっちゃ嬉しいよね。頑張ります。まだ可能性はゼロじゃない、ゼロじゃないですよ。落ちたら勝手にポスター作ってしまうのに。ありありなんかい、あり、それはあり。ダメ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 、可能性あるから。そう、あと YouTube にも出れるし。そうそうだった、私大吉だった、大吉だった、そうだった、ありがとうガニメリさん、いいこと言ってくれました。そう、私大吉取ったんですよ1週間前ぐらいに。そう、私大吉やったけん絶対大丈夫。そうじゃん、なんだ大吉じゃんって。ああそうだそうだ、だから大丈夫きっと。
結果ページまだ開けん、なんかやっぱ壊れてるのかな、壊れてるとかじゃない、遅いのかな。吉来って書いてませんでした、え、なんそれ、違うよ、大吉って書いてたよ、全てがうまくいくって、そんなこと書いてないかな。では書いて大吉だったから絶対大丈夫。そんなこんなで本当に皆さんありがとうございました。感謝祭は明日かな、明日しよっかな、明日でいい、明日でいい、うん。明後日がいい、どっちがいい、明日か明後日か、明日しよっか、てかインテリさんとチョコさんの名前がいるか、そんなことある、怖怖すぎるやろ、ええ怖いそれ、明日は私欠席な、そんなら明後日しようそんなら明後日しよう、明後日欠席の人いる、明日ダメな人、明後日ダメな人でちょっとみんな手挙げて、ぽいぽいぽい、ダメ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 って言って、え明後日にしよう、明後日欠席で、明後日欠席かい、チョコヒヨ、え、これインテリアクドさん、こっちがチョコさん、どっちがどっちか本当に分からんができない、あさった、あささっても欠席で、言ってないわそんな、候補出してないわそんな日しあさって、明日21時以降なら、あさってはアーカイブで、時間次第でどちらでも大丈夫、遅い時間ならどちら、確かにね、確かに1週間欠席出ても絶対見る気ないやん、ぜそんなん何があるの、1週間も、朝の7時半までなら行きますどういうこと、どういうこと、どういうこと7時半までインテリさんがインテリ白菜とか言わんやろ、いや言いますよ絶対言うでしょ絶対、朝仕事だよ、朝はね、朝はないでしょ絶対、水木が起きれんわ朝なんて、7月、9月7日以降なら夜中でも、あ、ダイエット終わる7日に、朝5時から6時までなら、ね、めちゃめちゃ無理、めちゃめちゃ無理言います、インテリ白菜、インテリ白菜言いそうじゃん、インテリさんは言うよインテリ白菜なんて普通に、でもチョコミントさんがチョコヒューかって言うか、いや言う、言うな言うな、24時配管配信だね、あでも確かにやりたいなそういうのも、あ分かった、いいこと考えた、もういっそのこと土日にするとかはどう、金土日、私今週お休みだから土日に、え、なんかさ聞いたことがあるんだよ、なんかいつも1時間で切れるやん、それってなんかタイトルに長時間配信ってつけたら1時間で切れんとって、え、そんなこと誰かから聞いたことある人、はーい、あるある私本当だもん、でもなんか、え、分からんけんさやってみようよ土日で知ってんの鈴鹿さん、知ってた、そんなバナナでしょ、あ、そうなのか、アーカイブ残らないのか、何入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 何、どうしようかな、そしたらやっぱり1時間切ってするわ、アーカイブ残そう、アーカイブ残さんとダメだ、私は土日、なんで土日行けないの、土日にするのはどう、ダメ、土日になんかちょっと企画やらん、たこ焼きパーティーとか、アーカイブないと困るよね、アーカイブは残そう、だから1時間で、僕の存在意義がそこまでそこまでアーカイブ残してくれるときは、え違う、残してないことないんだってうちのが黙っとる人ないんだって、だってかっ、え昨日のは結局さ配信され、あのアーカイブ残ったのかな、え、そうなの、 PC で見れんくなっとった、土日暇だからめっちゃ嬉しい、本当、じゃあ土日にやってみようかな、土日までに紐を準備して浴衣着てたこ焼き焼くありじゃない、ありじゃない、あかけさんね許しません、可愛いけど消してない、まだ当選、当選されてないならお水木、お水木優先で
劇場公演行くの。確かに水着汚、あ、水着じゃない、浴衣汚れる。水着指原さんじゃん。指原さんやってたよね、水着のステージ。え、昨日のアーカイブ残ってないの？ちょっと待ってよ、誰がアーカイブ奏者しよるん。お願い、お水着のアーカイブ残して。水着いいね。もう水着どっか行ったわ私の高級水着もタンスの奥底にしまった。ビキニ？ラインライブでシステムトラブルで今のパソコン見えない。あ、そうなの。あ、なんかそっかそっか、あるのか。昨日の、え、昨日のなんで消えとったかわからんちゃけど、なんで？いっぱい持っていいから水着でいいよいいよいいよ、浴衣着よう、浴衣水着じゃなくて違った。でも水着はまだ一回着たけど、浴衣はまだ一回も着てないっけ。着たいっちゃけど紐を探さんといっけん。ゆたか、誰誰それ、浴衣、あ、浴衣じゃなくて浴衣、誰それ、ゆたか、ぶ誰それ誰、ゆたかって彼氏そう、紐買うの大変ですねいいいいいい、そんなだから水着 着ろよみたいな、いいいい、スポーツカー返してください。返して投げてないんかい。紐探してもないでしょ買えばいいんですよ、買うの、買えばいいの。誰それ、で豊か誰成績を当選してました、一般で投げてました。それ絶対、え、福田の推しの親戚の、それインテリアクザさんやん勝負服着るの、勝負服ないわそんな探すっていう、いや探さない、探さない。モテキの話してきたでしょ。え、何それ、そんな話したっけ、そんな話した、それを私がアーカイブ消したってこと消したマジ。感謝祭は島村でも感じないと、島村で服確かに確かに、素敵なみんなとの思い出、素敵な2週間だったかな、2週間ぐらい本当にありがとうございましたっていう感謝の気持ちを島村さんに。僕の自転車売れば勝てた売るの、消費詐欺はあるのに、ないわそんな、さっきポイント出てます。本当なんか遅れて全然見えんちゃうね、ほんと。1万円お買い物動画やってください。 YouTube やってないのかそこで解決せんで一人でやってないですけど、赤い武器さんってカサドラボーと同じぐらいの罪で、そんなわけないでしょそんなわけないでしょ、カサドラボーって結構ひどいよ。雨の中濡れて帰らんばくなるけんね、お水木もよく被害あうんですよ。いやー、この間は被害にあったんじゃなくて傘忘れただけなんですけど、イルカの時売ればいけたかなんで人のもの売らないでああやだやだ、お水着飛行機間違いない、もう忘れちゃったその話。島村さんだからこのイベント頑張ったんだな、いいんだ、どういう妄想、どういう想像、下着泥棒の被害は、はいそんなんないわ、違う、下着泥棒に会ったことは人生で一度もありません。下着なんか盗まれません。待って、みんなちょっとボケすぎよ、イベント終わって、イベント終わってボケすぎよみんな、ちょっとほっとして、ほっとしすぎてボケ始めたのかな、めちゃめちゃボケるやん。じゃあ誰のだろう、え、何の話、東京来てしまわないと、一回行った、あのね、あの姉、あのいとこのお兄ちゃん家の近くにある。イベントお疲れありがとうございます、みのまつさん。
そうだから、そうマジでみんな壊れて、まあまあ元から壊れてるんだけど、失礼失礼みんなおかしなこと言ってたんだけどね、私の心は奪われました。え、私にホットよりアイスやろう、えそう一回行った。だってあんまりいないじゃん私こっち。もう長崎行ったら、本当帰ったら毎回のぐらい行くよ、本当だもん。なんでかっていつも下着を忘れて帰るから、ほんとしょっちゅう言ってる。これは変なこと言わない、いやまあまあまあ、ま、え言わないかな審査ピンチです。そんなことないもん、スポーツカー祭り本当にすごかった、びっくりした。もう本当にもう本当に心臓がバク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 してた。質疑応答対応す対応す、うん、練習しようじゃはい、尾上瑞希です。特技はフラッシュ暗算です。性格はアホです落ちる、アホ関係ないしモデルに。そう、島村遠いの本当、結構私んちねいっぱいあるよ長崎だと。終わった、リフティングを捨てたか、リフティング披露したら通るん。特技はアホです。特技は優香ちゃんの方が下村売り上げ上げ、ねえ失礼な失礼な、バケツに1回ね、もういいいい忘れて、本当にそれうちの家から5分とかして、ね、下村あります。そうそう下村結構あるよね。え実家ですか、佐賀の。結構佐賀長崎多い気がする、4店舗あるめっちゃあるやん、絶対埼玉やんあ、たいきさん、はじめまして、尾上瑞希です。あ、フォローありがとうございます、フォローありがとうございます。おみちゃんって呼んでください。フラッシュ暗算よりはマシな気が、えフラッシュ暗算とリフティングだったらリフティングの方がいい。あ、いった、なんかねえこのソファーのさボタンさなんか壊しちゃったわ、すみません壊しちゃっちゃった。大気お兄ちゃんでもいいよ、大気お兄ちゃんいいですよ、じゃあ大気お兄ちゃんって呼ぶわ、私お兄ちゃんいないからさ、まあいるけど双子の相方。 TGC イベント一時、そう思った、私さ言ったっけ、あ言ってないわ、昨日一昨日その前っけぐらいからずっと TGC 見てて、しかもさ TGC 全部保存してるの TikTok で、あのあれ見てる、あの TikTok 開かんでも見れるようにもう全部保存してる。かっこよかったね、見ました、見た人いる、めちゃめちゃかっこよかったよ、あのトップバッター誰だったっけ、あの名前出てこない、あの荒木さん、めっちゃかっこよかった本当に。ひろゆきさんちまちま、あーいやでも TGC 多分ねもうないんだよね、来年じゃない、来年のは、え違う来年、え冬だろうね多分、来年の2月とかな気がするな、違うね、そんな気する、なんかもうとりあえず9月、今回なんでなかったんだろうね TGC。 そう大気フォーチュンレモン、なんそれ、えアグネス、なんボケ渋滞塗る、そうなのすぐね、私がこうやってそっぽ向いてうんうんって独り言言ってこうやってポッて見たら、え何の話っていうことがよくあるんです、困った困った、ボケ1回100円です、そうだ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 1回ボケたらもう罰金や罰金。公式ツイッターで出演者公表されてるお飲みの気もなんか探してるそんなごめんなんかなんかごめん、そうだよね、TGC に向けて集中しましょう、来年の1月ぐらいにあればいいけどな、来年結構遠いかな、
京都コレクションか、やばい京都コレクション。ちょっと私ラーメン歩きたいマジでマジで本当に、マジでこのイベント終わった瞬間に言うのマジで本当に申し訳ない。マジでなんかラーメン歩きたい。マジモデル系ばっか嬉しいな私本当に頑張ろう。次はみんなでビットコインって何？何言ってんの？でもありがとうございました。よしこれからモデル審査頑張るじゃーん。頑張るじゃん、実力で選ばれてくる、選ばれるさ、下村のモデルになってなって、みんなに重大発表がありますって言うもん。熱っって言ってるね、リュウさんね熱かったっぽいわ一生懸命2時間ぐらい喋らずに我慢してたけど熱っって聞こえてきた。かわいそう、ダントツ。いや、ありがとうございます。ジョーって長崎の言葉なんで、そうそう、もちろん。お水木行こう。金つか、そんなん来ねないわ。お水木面接練習しなきゃ。この上水木です、21歳。あ、22歳。あ、やば、落ちちゃう22歳です。ビットコインって全然知らんじゃけど、大幅にか下落なんだそら。本当、本田さんめちゃめちゃ可愛いんだよね。本当に可愛い。静かにしすぎて。いや、いいの。私は無駄したぎる。言うしかない。言うしかないよ、そんなん。どんどん言っていくわ。そろそろりゅうちゃん出てきてもいいよ。出てこないよ。一生懸命今、シチューをこうやって作ってるんだから。出てきた。わあ、本当美味しい。本当に美味しかった。本当に惜しかったね。脱ぐしかないね。そうね。この上みずきですって言ってくれて。おかしいでしょ。面接練習ね。あ、面接かどうかわからん。そう。面接なのかな。オンラインかな。あ、でもどっちにしろ、でもステディの時オンライン審査だったからな。ステディの時めっちゃ緊張したんだよ私。でもめっちゃね、やっぱモデルのオーディションだなっていう感じだった。言ったっけ、ステディの時、ステディのあのオーディションの話。めちゃめちゃモデルだった。あのどういうファッションが好きかとか、どういうメイクしてるかとか、今日のポイントとか、今日の服どういうとこがポイントですかとかいう感じで通りましたけどね。大泉、え、なんで僕の名前で遊ぶ遊んでないよ。言ったっけ私大輝さんって。いや、わかんないんだよね、ステディいつまでか。とりあえず明日は水着配信じゃない。ないんだって、寒いわ。もうびっくりした、自分の顔見てびっくりした。全員つってねえ、言わないそんなこと。ブリントさん何、彼氏いるです？いやいやいや、いないです。そんなこと今聞かれてもいないですって、あの目をがんびらいています。ゴーンさんこんばんは。よりちいで面接受け行かないから1位にしてくれたから。そうそうだった。お水木の実力で審査通って、もうモデルになれたみたいな言い方したんですけど、今のは全部嘘で、あ、嘘じゃないそれは全部誤解で、私がモデルになれたのはお水木 MC が1位にしてくれた。そうそうなの。お水が可愛くて、そんな突然すぎるやろ今。そうよ、彼氏いないのか。結婚なんて、みずきちゃんには言ってないよ。言ってないんかい、私じゃないんかい。配信が終わった本人のせい。あら、素敵なことを言ってもらえた。あ、とりあえずなんかほっと、なんかちょっとなんか配信
最終日終わってホッとしてる。めっちゃ緊張してたんだから私、昨日の夜から1ヶ月ぐらい前から。本当だよ、血管か。全然強く休めてたんで。ほら、なんか素敵ね、おみちゃんが出るね。もう泣いちゃう。おみちゃん楽しくおしゃべりしてくれたから私たちも面白い。もうなんかさ、もう泣いちゃうからやめてやめてくれる。本当に金色になってるんだよ、イベント中で。なんかもう謝らんでって。もうブリントさん怒るよ、謝ったら。もう本当に2位も演技、そうだ確かに2位でモデルなるじゃん。ねえ、本当にみんなすごい。ごめんって言ってごめんなさい。ちょっと待って、熱く、痛くなってきた。顔も痛くなってきた。もう頭がでかいからさ、そんなことないんだけど、頭がここが痛くなるしさ、ここがずっとつけとったら。断食、え、断食、断食しないで。みずきがご飯作り行ってあげるからごめん先生終わりやごめん先生はいいよ。ごめん先生のごめんはごめんにカウント されんけケツはもっとでかい、やめて。まあ、当たり前やん、ケツは私の頭の2個分ぐらいありますよ。こんくらい、こんくらいの幅ある。ほら、俺より半分小さい。俺より半分小さいそうだよ、でかいのは態度だけじゃけど、でかくないわ。そんな態度には幸運の巣。そうなの、お水着らしいですよ。にこれでモデル持って取ってくるから。ちょっと態度もでかいよな。あ、やばい、悪口悪い。お水着みんなそろそろボケてもいいんだよ。いいえ、ボケてるわ、そろそろってかもだいぶボケてるわ。言うほど、え、ケツの話には幸運。なるほど、そうだよ。ごめん先生、料理中料理中に突然名前出されてね、本当に失礼しました。料理頑張って。狙って2位なのかな。あ、そういうこと、こまちゃんが。そうなの。あ、ニコニコさんもサッタンさんもインテリヤクザさんも久保君もフミティさんもスーさんもロケットさんもガリムズさんも稲松さんもアリさんも。あ、こっちはどっちなんだ。ちょっと待って、インテリ、あ、ちょっと待って、これチョコさんか。ディーナギさんもありがとうございます。ブリントさんもリンちゃんもみんなありがとうございます。本当にアンチコメント失礼しました。アンチコメントしたよかったわ、見てなかったっけ。2位じゃダメなんですか2位がいいんです。私2位が良かった。2位が最高。アンチいるんですか。いる、いない、みんな優しい。あ、ありがとう、かわいいって。ラッキー2だから、お水木は。え、アンチしたの誰ですか。あなたよコメント見てないけどね。あ、やば、もうあと5分で終わっちゃう。よし、一旦ご飯食べるご飯食べてから。落ち込んでない、落ち込んでない、落ち込んでない。ほら見てよ、ほら見た今の、全然落ち込んでなかったやろ。もう寝ると、私も寝らんけど、一旦ご飯食べてから。あ、一旦じゃ配信するとかじゃなくて、あのあれ、あの感謝の気持ちを書きます。違うよ、から元気じゃないよ、から元気じゃない。バキューンされたい。まあ任せろ、元気やけんいくらでもできる。バキューンバキューン2発やっちゃった。やばい、撃たれた人おる。やばい、お水木のハートの矢が刺さった人いる。まさかいるんじゃない。釣ってください、いいよ。キュン、あ、ちょっとなんか古臭い、ごめんね。バキュンって何ですか。全然刺さってないな全然刺さってないな。今のは、あい、かわいいってなるとこじゃなかったと。
バキュンって何ですかって、あ、避けたの、避けられたの、やったー刺さったってケツに刺さりました刺さる場所よ、やだみんな照れ隠ししてからもう一回ぐらいやっとこうかなちょっと恥ずかしくなってきたけもやめるでも本当にもう時間なくなるわ、そんなお水木のくだらんバキュンってあ、大好きさんに刺さった、イエーイ照れますやん、照れてるやん、ぐさ、何のままがドキュンなので、あら嬉しか、普段嬉しか、嬉しい、ふみちさん眠いってばい。そうだよ、 AKB に行ったんだ、そう1年ぐらい前、もうランキングやっとこう、読み忘れる、読み遅れる前に、ありがとうございました第1位大好きさん、ありがとうございます、本当に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 ありがとうございました。モデル YouTube 楽しみにしててください、モデル審査も頑張ります、ありがとうございます。第2位こまちゃん、ありがとうございます、ありがとうございます、こまちゃんも本当に本当に本当にありがとう、楽しみにしてますって、配信明日やるの、明日もやります、きっと明日もやる、ちょっと待って腰見たが、あ、ちょっと感謝祭どうする、まあ話ずれる前にランキングやも、第3位笑顔ニコニコさん、ありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。第4位サッタさん、ありがとうございます、楽園ありがとうございました、サッタさんありがとうございます。第5位インテリ白菜さん、どっちなのこれは、本当にどっちなの、結局どっちか分からんけど、インテリ白菜さん、え、チョコミントさん、これハートされたい、ハート、え、インテリ白菜さんヤクザです、あ、じゃあ OK、 ヤクザ、あ、ヤクザだったの、あ、インテリヤクザさんありがとうございます、ありがとうございます、ヤクザかい、本当にありがとうございます、インテリヤクザさん。第6位くまくん、ありがとうございます、ありがとうございます。第7位ふみてぃさん、ありがとうでした、ありがとうございます。第8位すーさん、すーさんもありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。第9位ロケットスニーカーさん、ありがとうございます、やばいやばいやばい、もう時間なくなってきた、ロケットスニーカーさんもありがとうございました、タワーありがとうございました。第9位ミネマツさん、ミネマツさんもありがとうでした、ありがとうございました。ガニメデさん、ガニメデさんもスポーツ会ありがとうございました。第12位アリさん、ありがとうございます、スポーツ会ありがとうございました。第13位チョコミントさん、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、リーナギさんも、第14位リーナギさん、ありがとうございました、スポーツ会皆さん本当に応援ありがとうございました、楽しかったです、1週間いっぱい配信して楽しい思い出ができた、じゃあ YouTube 楽しみにしてます、本当にありがとうございました。皆さん誰かにフォローされた、え、お疲れ様でした、ありがとうございます、本当に皆さんありがとう。